中する者はいないでしょう。それと同じです。バイスには神の器としての役目があり、私には神の代行者としての役目があります。そしてあなたには柱の乙女となる役目がね。柱の乙女ですか？言ったはずですよ。答えるのは一つだけですと。何でも知りたがるというのはあなた方人の悪い癖です。あなた方の質問に答える義務は私にはないのですからね。そうですよね。すみません、変なことを聞いてしまって。私に答えられることであればそれは答えましょう。隠し立てすることなど一つもないのですからね。理解してもらいたいのは、あなた方の質問に答えることが今の優先事項ではないということです。はい。町が騒がしい。何かあったようだな。そうなんだよ、こいつは一大事だぜ兄さん。なんだお前は。通りすがりの通行人ってのはダメかい？用がないようでしたらそこをどいてもらえませんか？この答えではお気に召さないと。では本当のことを。いやこんな美人と可愛い子ちゃんを連れた男前が羨ましくてさ、どうやったらあんたみたいになれるのかって教えてもらいたくてね。行きますよ。ちょいと待った！そんな豪快に無視することはないだろう。今のは冗談。いや、本当に。俺は、ジェイナス。うせもの探しから魔物退治、果ては恋愛指南まで、どんなご相談も受けたまわります。がもっとの、ま、早い話、何でもやってやつさ。他に言うことがなければそこをどいてもらえませんか？せっかちなお姫さんだね。もう少し話に付き合ってくれたっていいだろう。あんたらだって町の連中がなんで騒いでいるのか。何があった？お、話がわかるね。そう来なくっちゃな。この近くに魔物が出て町のやつが襲われたらしい。最近はごく当たり前のことだし、そこまでなら別段騒がれるようなことでもないんだが、今回のはかなりの大物で、しかもどうやらその魔物がすぐそこにまで来ているらしいのさ。そんな、どうして？今までそんなことはなかったのに。受けた依頼も終わったし、ついでにもう一仕事ってのも悪くはないかってな。けど、さすがに俺一人じゃ手に余るかもしれないし、どうしようかと考えていたところにあんたたちが現れたってわけさ。あんたが持っているその剣、伊達じゃないんだろ？どうだい？一緒に魔物退治と洒落込まないか？I have a feeling Janus is going to try and take the sword from Weiss. Wouldn't be surprised. I guess I'll agree and see what happens. May end up having to work with him anyway if I do decline.
that's funny, the little faces beside the pictures. 確かめに行くか。そうですね。相手が魔物ということであれば、いいでしょう。さっ、決まりだな。用意を済ませてくるから、ちょいとばかり待っていてくれ。ついでに情報収集もしてくるからさ。じゃ、また後でな。ジェイナスさんが戻るまで、私は怪我をされた方の治療をしてきますね。器としての使命を果たす限り、あなたがどのようにしようとそれは自由です。ですが、これだけは覚えておきなさい。あなたの器には限界があります。それは言い換えれば、あなたに残された時間です。どのように些細なことであったとしても、あなたは、あなた自身の取った行動により、残された時間を失っていくのです。そして器の限界点、リミットを超えたとき、あなたはその生を終えることになります。限界を超えるとどうなるんだ？その時は世界が破滅するだけです。その前に私の指示に従ってもらいます。安心なさい。それほど大したことではありませんから。気を…There we go.
この辺りなのか。ああ、そのはずなんだがな。どこを探しているのですか？来ますよ。来る。たまにはビシッと決めないとな。無駄です。はっ。行くぜ。残念だったな。行こうぜ。無駄です、無駄です。これで終わらせますよ。やってくれ。じゃあ行きますか。行くぜ。この程度。はっ。追撃をかける。気に行くぞ。それじゃ、はい、行きますか。助かった。お願い。甘いな。的になってもらうぞ。甘いな。暗いな。甘いな。まだまだ。あら、いった。もう少しです。頑張りましょう。大友さん。これで。う
助かった。この程度逃がしません。無駄です。逃がし、そのまま行かせてあげましょう。無駄です。そこはっ、これで甘いな。そこで寝てな。行くぜ。とどめだ。そこ甘いな。ここが決めどころだぜ。準備はいいか。やってくれ。はい。